皆さんこんにちは。今回は赤目高さんに促されまんまとアクアリウムを始めることとなりました。ちょうど素人が水槽を立ち上げる動画となっております。温かい目で見ていただけたら幸いです。ではまず最初に購入品紹介です。素人なので水槽購入から赤目高さんと一緒に店舗にて購入しました。はじめは普通の水槽を買おうと思っておりましたが、気がつくと ADA の水槽を持ってレジに並んでるではありませんか。ここで悪い癖が出ましたね。素人ながら形から入るタイプでした。 ADA の水槽を見た瞬間から他の水槽にはない圧倒的な透明感と高級感にやられてしまい、まんまと購入してしまいました。形から入る傾向上、フィルターもエーハイムにしようとしましたが、今回は予算の関係上しょうがなくチェックススリムフィルター L にすることとしました。しかしエーハイムの購入は時間の問題でしょう。その他必要であるであろう最低限のものを購入し、これで晴れてアクアリストの仲間入りとなったわけです。それではまずソイルを引いていきます。ソイルはゼックスのアクアリスタを使用します。サンドフラッターなどあるわけもなく雰囲気で、スクレッパーの刃外したらそれっぽくなったので使用します。多分これで十分です。次に前メダカで使用していたソイルを利用します。残りのソイルを入れたら、はい、完成です。はい、皆さんお気づきかと思いますが、素人なので動画を全く撮っておりませんでした。それから石組みに数時間つぎ込み、こちらのようになりました。水草は前景にグロッソ、その他は赤目高さんにいただき物で、なんとなくそれっぽくなった気がします。たった一つ分かったことがあります。素人が ADA に手を出すことは早すぎることです。これを機に ADA に似合う水系作りを頑張っていきたいと思います。よければチャンネル登録して温かい目で見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。